はい、ちゃんと下の叩きでいけるんだよ。よし、じゃあ肩抜きリベンジ。はい、はい、これもう回ってんの？うん、いやいや、カメラ回ってんの？回ってんじゃない？もう回ってる？まあ、じゃあちなみに社長くんのはこれコマ、コマ、コマね。はい、コマです。コマです。じゃあ茜さんのは何ですか？のもやっとしてる。うん、キノコみたいな。うん、これだね。これですね。うん、これだね。なんだろう、なんだろう。謎です。謎です。まあでも、形はなんとなくわかります。はい。で、僕はウサギです。お、ウサギ。ウサギ、ウサギ。ね、こんなのあるんだ。うん。じゃあ、よし。行きましょう。今度こそ。今度こそ。下が硬いから、そう。理論的にはうまくいくはず。理論的には、さっきよりは絶対やりやすいはず。では、サボンです。はい。1分限定チャレンジ。はい。よーい、スタート。よし。これはこれです。最初やりやすさ違いますか？うん、大した感じかな。あ、でも、あ、でもでもでも、いや、なんかね、いける気がする。え、マジで人の見る余裕ない。うん、自分で今必死だね。この端っこが難しい。端っこ難しい。これ回してもいいんだ。手元にやっとくやりやすい。力の入れ具合が。なんか変な息遣い聞こえてくる。分かったぞ。分かったぞ、やり方が。え、分かったぞ、俺は。コツ掴んじゃった。掴んだぞ。はい、来た。え、はい、来た。何も分かった。すごい。でしょ。あの、初めてのこれ100点満点できましたよ、これ。え、これだ。あと30秒ちょっと待って、あ、1個かけた。あ、そこかけちゃっただけなんだ。あ、でも惜しい。あれあれ、やっぱりあーってこれ聞こえたけど今。ん、何のことかな。分かったの？でもどんな風に出来上がるか、もうカメラが2台寄ってますよ。何の声なの？ね、どうしたの？どうしたの？ちょっと待って、関係ないよね。はい。試合終了。はい、はい、では。はい、ほら、どうでしょう。これ100点じゃないですか。すごい、完璧じゃん。どうしたの？これはもう100点ですよ。もうこれやり方分かりました。これもうあと全部やってもできる。すごい。コマですよ。ヘアメイク茜さんはちょっと端っこは、でもすごい、初めてだからね。すごいな。うん、すごい、全体のことくらい。やばい、新馬さんは今回も新馬くまでもね、すごいできてると思う。すごい、完璧、はい、完璧ですよ、これはね。新馬選手、はい、新馬選手。どうしたのこれ。これ どこが本当に。これはあれですよ、あの東京オリンピックの時にピクトグラム。あのガーマルチョバがやったやつ。確かウサギだったよね。これか、ここか。うん、あの水泳とかこうやってこうなるやつ。すいませんでした。下の形は関係ないってことですね。関係ないね。関係なかったです。はい、肩抜きリベンジコーナーでした。失礼しました。お疲れ様でした。